はい、美里ストレッチファームのともちゃんです。今日は使い終わったふかきのお掃除をしていきます。一人で撮っているので三脚に固定して私はお掃除を進めていきたいと思います。はい、固定しました。しばらくこのまま固定です。ふかきの中のカゴを出した状態でカゴを入れる枠組みがあるのでそちらも出します。よ、はい、大きなゴミは掃除機で吸い取ります。できました。お湯40度ぐらいのお湯に消毒薬を入れて希釈してそれで水拭きしていきます。掃除に使う消毒薬は卵をいつも消毒してる薬剤と同じです。よいしょ。はい、固く絞って拭いていきます。フランキはあんまり汚れないんですけど、フカキはヒナたちが生まれて孵化してから1日、丸1日ぐらいはこの中で過ごすので、ヒナの羽とかあとは排泄物とかで結構汚れがあります。ヒナの和数が多いと特にそうですね。よいしょ。
はい、上の方に空気穴かな、外とつながってる穴があるんですけど、そこも細かい羽毛とかが落ちてるのでしっかり拭いていきます。はい、庫内を、ふかきの中身を拭いていきます。手を突っ込んで拭く必要があります。天井にも羽がつくので拭いていきます。入っていきます。よいしょ。さっき使っていたのはこのために拭きました。以上。はい、ではこれで終了です。あとは少し乾燥させて枠を戻します。ん？これ汚れなのか傷なのかよくわかんないやつなんです。よいしょ。はい、見えますかね。あ、見えなそう。はい、結構汚れた水がたまりました。はい、
はい、パックを戻しちゃいます。終了です。開けて乾かします。